皆さん、今日スザンナのサブチャンネルへようこそ。今日はちょっとミシンについてお話ししたいんですけど、ミシン初心者のための、良い習慣ということで、習慣的に、身につけるといいことっていうのをお話ししたいなと思ってるんですけれども、まずその一つ目ですね。一つ目はミシンは使わないときはカバーをかけておくということですね。ちょっと適当なので、ここを結んだり結ばなかったりはあるんですけども、ささっとかけれるような状態にして、あまりほこりが入らないようにしています。というのも理由がありまして、なぜかと言いますと、ミシン、いろんな機種はありますね。最近は特にコンピューター管理になっているものも多いので、私のようにシンプルなミシンっていうのは、使っている方も少ないのかなと思うんですけれども、こういうところを見ていただいて、これはもうどの機械も同じだと思うんですけれど、割と空気に触れるところに歯車だったりギアだったり、ほこりが嫌がるもの、ほこりを嫌がる部品が結構集約されていることが多いんです。で、車を想像してほしいんですけれども、車の中のエンジンっていうのはボンネットにカバーされていて、中が見えないようになってますよね。ミシンも同じで、使ってる時はしょうがないけれども、使わない時はなるべくその空気中に含まれるホコリとかがミシンに入らないようにした方がいいんですね。ということで、ミシンは使わない時は必ずカバーをかけておきましょうということです。で、もう一つ、しておくといいのかなという方法の一つに、ちょっとこう糸が、よいしょ。ちょっと糸を引っ張っておきたいんですけど、よし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 。使わないときに針を中に入れておく。針、今、こうすると上がるんですけど、針を入れておく。そして、押さえ金も下ろしておくという方もいらっしゃると思います。で、これのメリットは何かというと、間違えてお子様が触った時に針を触らないようにするためというものもあります。で、自分でもそうですけど、下ろしておく。これも一つ理由がありまして、こうすることによってここも蓋をしている状態になります。で、蓋をするとどういうことかというと、蓋をすると先ほどの理論と一緒でほこりが入りにくいということですね。で、ボビン出しておく方、もう出して片付けてしまう方、入れっぱなしのままの方もいらっしゃると思うんですけど、これも同じ理論で、ボビンは入れておいた方が、ほこりから機械を守ってくれます。ということで、ボビンは入れたまま、そして蓋はしたまま、というのがいいかなと思います。で、ここだけはどうしようもないので、カバーをかけておくということですね。で、そうしてあげるだけで、かなり持ちが違うので、そうしてあげてください。それから、私の機械、ちょっとこう回転させますけど、こういう形になってます。ちょっと私の、ここ押さえがなかったね。輪ゴム止めてますけどね。結構こう、ちょっと何回も拭いてるんですけど、すぐほこりがついてくるので、かなりミシンは汚れやすいものであるということをお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけれども、ここですね。ここに私のはオンとオフとハイの、この2種類しかスピードコントローラーがないんですけど、私は必ず常に使い終わったらオンにするということと、この縫い目の模様ですね。縫い目の模様はなるべく一番使う C という、この普通の縫い目にダイヤルを合わせるようにしておきます。これを例えばアップリケスティッチとかにしておくと、まっすぐ縫いたい時にいきなりアップリケスティッチが入ってしまってびっくりすることがあるので、なるべくこのいつも縫い目の C に位置を合わせるようにしてます。特別なことがない限り縫い目っていうのは変えないので、常に使う縫い目にしておくと失敗が減ると思います。それと電源ですね。一番簡単なのはここで抜き差しするのが一番簡単かなと思います。わざわざコンセントから抜いたり刺したりってその大変なので、ここで抜き差しして、で、これがミシンのコンセントですけど、これをこうちょっとミシンにかけておいてあげると、刺さってないことが分かるのでいいかなと思います。で、なぜそうするかというと、例えば小さいお子様とかがいらっしゃるとか特にそうなんですけど、
これが刺さったままコンセントで電源が通電している状態のまま、仮にここをもし小さいお子さんが触ってしまったりした場合に、フットペダルとかもそうですよね、踏んでしまうと大変なことになる。事故をなるべく防ぐという目的で、必ずこれが電化製品であるということと、それから針がついた危険な機械であるという認識を忘れないために、必ずすぐに線を抜くようにしています。で、使うときはすぐ線を刺したら使えるようにしています。で、私の機械はオフの状態でも線が刺さるとここのライトがつくようになっているので、それでリマインダーにはなってるんですけど、それでもやっぱり不安な時もあるので、それとまあもったいないですよね。漏電したりすると、通電している状態が続くと、その間必ずずっと通電しているので、リレーとかこの中には電気のその半導体といいますか、電子板が入ってるんですよ。そこをずっと通電している状態だと、やはり寿命が短くなるので、使わないときはなるべく電気は通電させないようにしています。それぐらいですかね。それがやっぱりいい習慣として持っておかれたらいいかなと思うんですけど、もしよかったら皆さんもこんな風にしてやっていますよっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいんですが、はい。で、針を抜いてしまうっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあさっと使いたいので、それでもいいかなという、この状態でもいいかなというふうに思ってます。で、あと聞いた話では、針は比較的こまめに変えた方がいいっていう方もいらっしゃいますね。縫ってる時にもし折れると中に入り込んでしまった場合に取れなかったりしたりして、機械が壊れる原因になるので、針を折れる前に交換してしまうっていう方もいらっしゃいますね。それと、あと私がそうですね、ミシンを教えてくれたのは姑なんですけど、その姑に教えてもらったことを結構ずっと守っているところはあります。使い終わったら線を抜くとか、あとはなんだ、いきなり縫い始めるんじゃなくて、必ず試し縫いをすること。もう試し縫いは絶対します。試し縫いをして糸のテンションを合わせるということ。それから縫う前に必ずボビンを満タンにしておくということですね。で、その作品を作る前にボビンを必ず満タンにしておいたり、で、ボビンで、それ、祖母、姑はそんなにたくさんボビン持ってなかったんですけど、私は効率がいい方が好きなので、で、安いものだったらそれはたくさんある方がいいということで、ボビンを何個も買って、よく使う糸は先にボビンに巻いてしまってます。まあ、こんな感じですね。こんな感じでもう先に巻いて保管してます。なので、なくなった時に巻き直すのがちょっと面倒なこともあると思うんですけど、巻いておくとすぐに入れ替えて入れ替えて使うことができるので、そういう風にしています。そんな感じですかね。はい、まあ、そんな感じで最初の頃はちょっとどういう風に使えばいいかも大事なんですけど、どういう風に保管する、どういう風にミシンと向き合うっていうのも大事だと思うので、必ずカバーをかけるであったりとか、ボビンは入れておくとか、試し縫いをするとか、そういろいろちょっとちょこちょこしたことはあると思うんですけど、自分なりのいい習慣っていうのを身につけていただけたらいいかなと思います。それともう一つはこれですね、私の一番お気に入りの道具の一つでもあるんですけど、アイロン。このアイロンっていうのはミシンを電源入れると同時にアイロンも電源が入るようにセットしてます。で、アイロンも買うと、もしお買いになる時のポイントもあるんですけど、もしアイロンをお買いになるのを考えてらっしゃる方は、温度調節が無段階調節できるタイプ、これがいいと思います。ダイヤルでカチッカチッカチッって合わせるタイプのものっていうのはちょっと微調整ができないので難しいんじゃないかなと思います。で、私このミシンはいただき物というか、まあ、家に転がってたミシン、放置されてたミシンなので機能が本当に少なくて、フットペダルもなくてスタートストップしかないし、
スピードもハイとローしかないし、2種類しかないので、とても使いやすいものではないので、もしお買いになる方がいらっしゃったら、ミシンもフットペダルをつけれるタイプで、そしてスピードコントローラーが無段階調整できるタイプ、それをおすすめします。で、機能としてはいろいろあると思うんですけど、その何を縫われるかにもよるんですけど、ジグザグとストレートは絶対あった方がいいと思います。で、ジグザグとストレートと、で、まあ、上手になって着るものとかを縫われるんであれば、まあ、ボタンホールも必要になってくるだろうし、裾上げが必要な方は裾上げ機能がつい、裾上げのまつり縫いができる機能のミシンがあった方がいいだろうしっていうことで、いろいろあるとは思うんですよね。で、それでこれから縫うものに合わせてアルファベットとかが縫えたり、刺繍で模様が縫えたりとか言うまでは必要ないかもしれないけど、基本的なことができるものっていうのを選ばれるといいかなと思います。で、アイロンもスチームタイプはあるなしはそんなに重要じゃないかなと思います。どうしてもスチームが必要な方は霧吹きでも代用できるので、スチームあるなしよりも温度調節が無段階でできる方がいいかなと思いますね。で、コードレスかコードありかどっちがいいかっていう話もあると思うんですけど、私はパワーの面で考えるとコードがある方がパワーがあっていいんじゃないかなっていうふうに思います。スチーム、このティファールのアイロンは本当にとても優秀で、ジェットスチームもできるし、ここでトリガーがついてるので、映ってるかな、トリガーでジェット噴射することもできるし、ここに霧吹きボタンがついてるので、これで霧吹きがここからシュッシュッと出ることもあるし、で、スチームの量がなし、少し、普通、たくさんっていうふうに調整できるんですよ。これもすごいなとは思ってます。なので、もしスチームアイロンが欲しいという方は、このちょっとお値段は若干他のものに比べて高いかもしれないんですけど、このティファールっていうのはおすすめです。で、もう一つティファールナイドのおすすめのポイントとしましては、ここがとても滑りがいい構造になってます。テフロンっていうんですかね、ティファールなので本当に調理器具と一緒でくっつかないタイプになっているので、それがとてもグリスが効いてて、とても動かしやすい、引っかかることもないので、とてもアイロンがかけやすい。そしてこのトップですね、トップにパワーゾーンがあるので、このトップまで厚いので、トップで形をしっかり決めることができる。そして後ろはちょっと丸くなっているので、アイロン本当にかけやすいです。それとこの数を見ていただいたら分かると思うんですけど、とてもたくさんスチームを出すことができるので、すごくパワフル、本当にパワーがあります。で、スチーム専用温度っていうのがありまして、向きが違った。ここにスチーム専用温度っていうのがあるので、羊毛、木綿、麻の次にも一番熱いスチーム専用ゾーンっていうのにすると、もう頑固なシワも一発で取れます。で、アイロンとプレスっていうのは根本的に違うんですよね。で、アイロンっていうのはシワを伸ばすためにこう動かすこと、こう動かすことをアイロンって言って、プレスっていうのはその単語の通りプレスするだけ、押すだけ、決してアイロンでグーッとこう伸ばしながらアイロンかけるというのとプレスは全く違うので、裁縫する場合とご主人のシャツをアイロンかける場合にはアイロンの使い方っていうのは違うということを覚えておいていただけたらなと思います。はい、ということで今日はちょっとアイロンの話まで話が飛びましたけど、ミシン初心者の方に最初に身につけていただきたい良い習慣ということで少しお話をさせていただきました。またよかったらチャンネル登録お待ちしております。で、皆さんよろしければ皆さんのアイデアもお聞かせいただけると、あ、そんなテクニックとかそんないい習慣があったんだっていうふうに私も勉強になるので、ぜひ皆さんでこの場でシェアしていけたらいいなと思います。皆さんがお母様とかおばあ様とか、あるいは自分の経験を通じて得られた良い習慣というものがありましたら、ぜひ私にも教えてほしいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
Thank you for watching. See you next time. Bye bye.